ホート・レオナード・ウッドは、アメリカ合衆国ミズーリ州中部の町セントロバート、ウェインズビル、プレートの中間に位置するアメリカ陸軍の基地。同州唯一の陸軍基地で、敷地は約300平方キロメートル。中西部のアメリカ軍基地では最大規模。主に訓練用の基地として、工兵科、憲兵科、化学兵器科の士官及び下士官、兵卒の基礎訓練が行われている。現在合計4つあるアメリカ陸軍の新兵訓練が行われている基地の一つ。基地内にあるベテランメモリアル名称の由来は、アパッチ戦争、米西戦争の英雄レオナルド・ウッド少将。1940年12月に着工、翌年1941年6月に完成。当時のヨーロッパとアジアは戦争の真っ只中にあり、アメリカも早かれ遅かれ参戦することを予測しての建設であったと言われている。1941年1月に国防省が正式にホート・レナード・ウッドと命名。当初は第6歩兵師団の駐屯地として、歩兵部隊、砲兵部隊、機甲部隊などが中心であったが、徐々に工兵の訓練基地としての色合いが強くなる。戦後1946年に一度閉鎖。ミズーリ州兵とオクラホマ州兵の訓練所として1年に数回程度使用されるにとどまるが1950年の朝鮮戦争勃発とともに再び大規模な軍事活動の拠点となる。その後冷戦、ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争を経て、現在に至る。ホート・レオナード・ウッドは、マークト・ウェイン国立公園、オザーク高原などと隣接しており豊かな自然に囲まれている。ストーンミルスプリングやミラーケーブなどの自然観光名所が基地内に点在する。鹿、アルマジロ、ウサギ、スカンクなどの野生動物が基地内をうろうろしている。新兵訓練基地内にある映画館の一つ、ホート・レナード・ウッドはよく、ホート・ロスト・イン・ザ・ウッズと揶揄される。ホート・レオナード・ウッドは、周囲の都市から遠く離れた場所にあり、基地の周囲は山に囲まれている。さらに新兵訓練中の兵士は、電話やインターネットの使用を禁止されてしまうため、家族や恋人、友人らと連絡を取ることができず、それがより孤独感を増すことになってしまい、森の中で遭難してしまったというジョークを、基地の名前と、語呂合わせしたのである。ホート・レナード・ウッド基地内には、フォーニー・フィールドと呼ばれる小さな空港がある。空港はアメリカ陸軍直轄だが、民間機が乗り入れており、一般人や外国人も利用できる。ありがとうございます。